おはよう。おはようございます。なんか今日はこっからこの画面から行こう。たまにはね、そういう日があってもいいんじゃないかなっていう。まあいいよ、ここは飛ばして。あ、どうもどうも、おはようございます。久保塚です。よろしくね。今日はね、リクソンさんですね。オッケー、状態はバッチショー。ゲームのコンディションもバッチリ。リクソンさんで、条件は、なんか、迷路を突っ切っていくんだけど、道に迷わないようにしましょうっていうのと、長運をぶっ倒しましょうらしい。おお、やってない。可愛い顔してるね、君。女の子でもいけそう。女の子でもいける顔っていいよね。何これ。魚払うら突破戦になって、魚の腹をかっさらっていくってこと？了解了解。ついに板前になるのかな。まあ、確かにな、魚をさばける男ってかっこいいもんね。何言ってるんだ。はい、医療の後の話かな。魚腹穂って言うんだ。殺菌、そう、赤兵八陣よ。ここでこう迷っちゃうのね。なんか原作ではなんかわけわかんなくなって迷子になって、で、誰が助けてきてくれたんだっけ、あれ。なんか誰か助けに来てくれたんだよな、確か。はい。で、これはね、どうしようかな。まあ、リクソンさん自体はね、ぶっちゃけあんまりちょっと強くない気がするんですね。これさ、ちょっと、毒にしてみて。俺あんま毒分かってないんだよ。毒と仲良くなりたい。この辺は切っておこうか。あー、でもどうなんだろう。これを、こうしようか。で、諸葛亮は、趙もいるけど、強いから馬の上で戦おう。そういう作戦も、あ、ほんで、もう護衛は切ろう。俺、護衛はね、もう信用しない。しない。己。己よ。ほんで、なんかマップ迷ったらダメなんで、迷わないようにね ちょっと、いい攻略サイト見つけたんで、古のね、ワザップに書いてある、見つけたんで、それを見よう。ワザップをついに頼りにする男。下行きます。はい。左って書いてあるけど、マップ的に左だよね、これは。要は。リクソンから、ん？そういうことだよな。マップ的に左こっちだけど、いけないよ。下ってもう間違えてる、俺。こっちのこともしかして。一回ぐらいなんか間違えた。あ、こっちか。下ってこういうことか。左。ほんで、下。下行って、あ、さらに下、はい。下行くと？閉じ込められてしまいました。はい。下行きます。さらに下って書いてあるけど、あ、下だ。いける。なんだこいつら。まやかし。痛い。下で。OKOK、左ね。両側、あ、こっちね。おい、行きましょう。はい、左。行って。で、下、左行ったよ。あ、右に戻んの？右、上、右、下って書いてある。なんだこいつら。右。上。はい、右。なんかこれ2つルートがあるみたい。俺はこの幻影ルートを行ってるみたい。突破って書いてある。突破したの俺。全く分かんねえ。はい。で、右上。仕掛けが動きました。こっから。おい、行きましょう。右上右で、左でスタート地点ね。はい。上。はい、左。あ、なんか平和なステージじゃない。はい、スタート地点行きましたよ。スタート地点。ほんで、下、上って書いてある。はい、下。ほう。で、上。これもう一回スタート地点。で、から、左。はい、下。で、左。おい、はい、はい。平和、平和。はい、倒しましょうか。ほい、ほい、ほい。
チャージ音がね、なんか浮いちゃうんですよ。おお、あ、チャージさんも浮くんだ、これ。ちょっと使いにくいっすね。ちょっと使いにくいっすね。これ無双が強いんだよね。毒で弱らせて、無双でぶっ飛ばしたいんだけど、まあそうはうまくいきませんよって、こう割り込み乗車ご遠慮くださいよ。割り込み乗車ダメですよ。あなた、ちょっと、東京、大阪の都会なら殺されますよ。あなた、ちょっと、割り込みダメよ。クソ田舎だから割り込んでいいとか持ってるんじゃないでしょうね。都会じゃお前殺されてるよ、今。痛い、めちゃくちゃ強いじゃん。死ね、うれし。だって俺今自分がどこまでやったか分かんないんだよ。ちょっと待てよ。一旦こいつら殺してセーフティーに行こう。OK。殺しました。これで、顎は左。で、右、下、右、右が次。OK。右行って、下行って、はい、右。で、これで、なんか、そう、声をやめろよ、おもろいね。ああ閉じ込められてしまいました。たる兵よ、はい、今です。で、こいつらをぶっ飛ばそうぜって話ね。オッケーオッケー、マチコやってやんぜてめ、この野郎。ブレえ強侍。なんだこいつ、お前、毒を浴びながら果敢に。ちょっとこれ普通にあれだな、まずは普通に通常録を出し切った方がいいかもしれない。通常力を出し切ることによって、まず無双ゲージを回復するという、この陸損式。この陸損、なんなんだこいつら。おら、チンさん硬いじゃん、結構。お前、硬いチンしてんね。悪くない。男として悪くないよ、それ。硬さ、なんなんだこいつ。ナンパの野郎がいるな。硬さを誇ってる話をしようと思ったら。おお、俺に連打をさせるな、お前。検証になるだろ。ちょ、なんかやべ、後ろからの攻撃ノックバックでロックオンがずれていくという新しいテクニック、こいつらやってる。新しいテクニック身につけてるぜ。シュッ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 、よし。でかい、おめえらもこいつと同じとこ行くんだよ、これから。分かってんの。ほい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 、いいよ。待って、ここで合ってる、これ。なんかもう一人いるな。なんか、張飛さん、張飛の息子でしょ。君死んだよ。おら。おい、これで。おい。これ、ダメージ増えてんのか本当わかんない。なんだよ、これ。ダメージ増えてんのか本当わかんないよな。本当毒の強みが私、わかりません。I'm not poison。言いたいことも言えないけど、I'm not poison ということで。ソリマチって今何してんの。俺もソリマチになりたい時代があった。でも全てが足りなかった。俺とソリマチ全てが違ったんだよな。そこに気づいてしまった。15の夜今日いいね。今日なんか、頭おかしいね。いつも以上に頭がおかしい気がする。でもそういう日も、また良きということで。ほい、死ね。よし、気持ちいい。え、死んだっしょ？まだ死んでない。ポイズンモードで生き残ったな、お前。お、死ね、大丈夫。君を倒したい。君が欲しいんだ、僕は。いいよ、美味しかった。何？次どこ行ったい？これ右、右の場所ってここだったよね。この一個右じゃないよね。しょ？待てよ。右、右。でしょ？さらに右、上、左。ちょ、お前、その一気に言うのは分からへん。まず、右行く。右でしょ？右、上、はい。で、左、上。で、右、上、左、上。え、やべ、わかんなくなっちゃう。え、右、上、左、上。え、今どこいた、俺。ちょっと待ってよ。右、上、左、上。左、上行ったらもうないぞ。え？待って、右上でしょ、左、え、ちょっと待って、
み、ちょ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 、これ、ね、しっかり見よう。ここにでしょ、ここにだから、こ、間違ってない？え、右、上、左、上来たよな、今で、左、上ないじゃん。で、一番左まで行けってことかな、ここの書き方的に。左まで行こう、とりあえず。なんかこう間違ってるわ、ちょっと。わざとちょっと最後ずれたな。なんだ？観光と、超出てきた。倒そう。痛いわ。倒しましょう。だってこれはね、馬の上。馬の上で行こう。超馬マジ強いから。多分ここで超馬倒した時点で、ゲットできるはずなのよ。あれが。あれがあれするはずだから。超運来ないぞ。超運来ないってことは、観光だけ殺す。ちょっと、痛いわ。やめて。そんなにたくさんのお相手できないの、私。私の体は一人なのよ。痛い。ちょ、な、全然効いてない。痛い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 。強っ。強まる。強まる、お前ら。悪くない。その強さ、もっといい方向に使わないか、君たち。間違った強さはさ、ちょ、マジで。間違った強さです。それ間違ってます、君たち。それギルティー、ギルティーなパワーです。お、回復か、俺に回復。うまい、うまし。ちょ、なんだこれ、チャージを出させて。お、なんか回復してるぞこいつ。お前、俺が肉まん50を食ってる間に肉まん100個食いやがったこいつ。許せん。うれ、よし、悪くない。ちょ、うれ、ちょ、こいつ勝てない。カタリアンだな。お、なんか俺回復したはずなのに体力。お、小野町子。ここに来た小野町子。俺たち、正義の小野町子。いいよ、悪くない。正義の小野町子は悪くない。死ね。よし。お前、いいも持ってるだろ。分かってんだよ。もう、面見たら分かる。その面、いいも持ってる。よし。チョンさん、かまん。俺たちで。俺は絶対降りないよ。チョンとの戦いはもう絶対に降りないって決めてる。は、早くていいわ、これ。リクソン結構いいね。あの、馬の上攻撃もいいね。悪くはない。いいキレしてるわ。ちょ、ちょ、すげえ、なんか、お前、生ゴミに群がるハエみたいにぴょん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 飛びやがってよ。お前たちハエか？ハエじゃないだろ。人なら人の戦い方があるだろ。飛ぶんじゃない。しっかり血に足をつけろ。よし、俺は馬の上からだけどな。お、いいね。あ、これ三角で結構溜まるね。ゲージが。あ、お酒あるじゃん。ちょ、ここ溜めて、お酒取って、もう一回行こう。なんだこいつ。お、いいぞいいぞ。酒。俺の酒をくれ。今ちょっと酒は控えてるけど、ゲーム内ぐらいならいいでしょ。で、こいつ倒したら、ここの説明通りなら、武器をゲットできるはず。もうゲットしたらまたどうなってもいいから。俺が死ななきゃいいから。強いこいつ。ちょっと強いぞ。ガードは硬い。ガード固め。背脂多め、ネギ少なめ、ガード固めだな、これ。いい仕上がりしてる。これは人気出るぞ、この店。この店のラーメン、人気出るな。俺にはわかる。すべてが、最近ね、ほんとになんかこのゲームが好きになってきた。楽しいんだよね。なんか知らないけど。すごい楽しい。悪くない。いい味してるわ。倒したよ。これでゲット。これ倒したらなんかまたなんか変なやつが出てくる。なんか変なやつ出てくるみたい。いた。これゲットでしょ。早く出てくれ。よしよしよし。これ出ないと安心しないんだよな、俺。よしよし。これでもうあとは俺のもんでしょ。オッケーオッケー。何が出てきたって今。何出てきたって。こいつだ。黄色翔彦。黄色翔彦さんが出てきた。黄色翔彦。俺の相棒。誰だ、この中逃げてるやつ。で、待て。で、これで、ショーンとか出てきたことになったから、下、右、下。はいはい、あ。下、右、下。あ、そういうことか。こっちまで行っての計算ね。こっちまで行って、あ、だからここで出てくるって書いてあった。ちょっとずれてる。俺とワザップのシンクロ率が低かった。光ネットにはなれなかった、俺。ロックマン行くぜ、できなかった。で、行く。
どうぞこちら。はい。ここを抜ければ白帝城はすぐです。で左左って書いてある。でこれ諸葛亮を馬の上から血祭りに投げることによって。助かりました。ありがとう。ありがとう。助かった。マジ助かった。おい、俺の馬はどこ行ったんだよ。このムービー雑。諸葛亮先生、驚くべき奇策。どこ向いて喋ってんのお前。そっちおらんやろ。出口の方向かって喋らん。今度は私の番ですね。遠慮はしませんよ。お、かっこいいね。まさに好敵手。スクライドみたい。そうだよ、俺超速いもん。はや、速いで有名なんだよ。私がお相手しましょう。いいよ。こいつ、こいつ。絶対降りない。これね、お前、降りたら死ぬからね。うれ。ぶっ殺すぜ、今日も。いいよ、こうやって溜めていこう。うれ。あ、いいよ、いいよ。気持ちいい。松本いいよ。今日も松本いいよ。これ諸葛亮はほんと敵になると強いよな。2の時もそうだったけど。まあまあ3はプレイヤーでも結構強いんだけど。なぜか知らんけど敵になると強力に強くなるっていう。摩訶不思議。摩訶不思議おじさんの一人よ。ほんと摩訶不思議よ。まあ、超運とかさ、別に味方でも強いじゃん。やっぱ攻撃速度の速さ、攻撃範囲の広さ、チャージの使いやすさで。だから敵でも強いのはわかるんだけど、こいつマジ強いんだよな、諸葛亮。鬼の強さよ。ちょ、そのさ、遠距離攻撃やめようぞ、お前。中国3000年の歴史にそんな武器なかっただろう。近距離、男は近距離よ。しっかりと。しっかり、己の腕力で戦え。それやめろ、お前、その、いい腰をひねりでよ。俺が右に逃げたら、右左に逃げたら同じように腰ひねってきやがった、お前。やめろ、そのツイスト。腹筋が締まるんだよ、その動きは。側筋がよ。しかし、相手もなかなか弱ってきてる。さすが。馬の上の攻撃力レベル20をつけてるだけのことはあるな。やっぱあれがでかいんだよな。もう3はね、アイテムが分かりやすくていいよね。プラスじゃなくて、そんな細かくないしさ。なんつうの？レベル制になったじゃん。あれがいいわ。分かりやすくて。真空書ももうプラスないしさ。いいんだよ。真空書なんかプラスなくて。分かりやすくしようぜ。そこがね、この3のいいとこだと思う。2はちょっとね、細かい。細かすぎて疲れちゃう。疲れちゃうんだよ、あんなプラス23とかで止まっちゃうからさ、真空書が。俺も確か22か23で止まったもんね、もう。なかなか出ないしさ、あれ。ダメ。時間奪っちゃダメよ。肉まん食って。よし、うまい。これで完璧じゃない。悪くない。営み。お前、結構派手に倒れたけど、その帽子は取れなかったな。止めてんだろうな、しっかり。ズラみたいに。止めてる、髪止めで。嫌いじゃないよ、そういうとこ。なんか今日心が穏やかだ、俺。どうしたんだろう。すげえ穏やかになってる。人が変わったように穏やかになっちゃった。よし。まあ、割と簡単だったな、ここ。まあ、この、俺を支えてくれた、ワザップの攻略記事、ありがとう。なんと、最終更新日が、2004年です。17年前の彼が助けてくれた。新速歩は足だよな。まあ、白鵬14はまあゴミだな。まあまあまあ微妙じゃない。てか俺、最近気づいたんだけど、11武器の攻撃力は例外なくプラス60なんだね。なんかそこの差別化ないんだね。お !100 点じゃん。100点満点の男、リクソン。さすが。まあ、悲しい晩年だったけど、俺は応援してるよ。ありがとうございました。あ、なになに、もういいよ。お、かわいい。かわいい顔してる。はい、うざいね。ありがとう。またねー。